三年十二月二十三日、江戸で生まれる。女王二年、父の死去により後を継ぐ。この時、おじの毛利元地に一万国を分与して、新末藩を立藩する。漢文四年、甲斐守に助任する。天羅三年、倹役を、おもとした、天羅五八刀を制定する。元六十年には、旧民の救済に尽くし、さらに文部奨励や格恩寺昆流など、 反省に尽くしている。また、文芸、和歌を好み、歌唱ばな松や、和歌子州集にもその歌が収められるほどであった。法永四年、長男の吉本が本家の長州藩主を継いだ。法永六年三月一日、六十歳で死去し、後を吉本の長男の岩長が継いだ。元禄十五年十二月十五日、阿光老子が吉良義仲を討つと、 四十七市のうち岡島常ね吉田金貞、竹林隆重、倉橋武幸、村松秀直、杉の次ぎふ勝田武高、前原宗ふさ、間光風、小野寺秀富の重視のわずかりを命じられている。もう年家は老子たちを通常の罪人として扱い、窓や戸には板を打ち付け、岩は閉じ込めたため、江戸の庶民からは批判された。その批判に並行したのか、 また、細川家などが老子を厚遇したのを見習い、待遇を改めたようである。ありがとうございます。